ファイティング原田さん、はい、両者の表情をここまでどうご覧になりますか。そうですね、八代君はやっぱりちょっと落ち着いているような感じがしますけどね、はい、今度やっぱり緊張してるんですかね。細野君はいつもちょっとやっぱり緊張してる感じですね、はい、やっぱり第一ラウンドの部分がこれで決まるんじゃないですかね。具志堅用高さんの現役当時以来のノンタイトルの12回戦です。第1ラウンドのゴンが鳴りました。純白のトランクス、画面の向こう側に回り込んでいったのが帝拳ジムの八代史郎です。 WBA の世界ジュニアフライ級5位にランキングされています。一方濃紺のトランクス、背中が見えています。左に回り込んでいったのが現在の日本のジュニアフライ級チャンピオン細野雄一です。お互いにもう何度も何度もスパーリングでグローブを交えています。したがって相手の出方、相手のいいパンチ、それは十分に知っていると、これは八代も細野も口を揃えて言っていました。したがって第1ラウンド、相手の動き、様子を見る必要はそんなにはないんではないかという話をしていました。後ろに下がっていきます八代。おー、ボディーブロー、八代のボディー、細野のボディーブロー攻撃。右のフック、細野左、左のフック、ちょっと左の右の目尻を切りました。八代右の目尻を切りました、はい、左のフック命中と同時に右の目尻を切りました。ちょっと出血があります。その血が目の中に入っています八代。さあこれはちょっとハンディキャップになるか。八代が非常に苦しい戦いになりました。ここでゴング、第4ラウンド終了です。左のボディーブロー、角海老宝石ジムの舘会長は話しています。細野雄一という選手はここ一番というところで非常に勝負強いんだと、精神的に、お右、細野の右、さあ八代のパッチを返す。ちょっと動きが止まってますからね、八代の動きが止まっている、はい、左右のフック、これは両者打ち合い、ワンツー、さあ足を止めての打ち合いか。右、接近戦になります。ワンツー、八代左ボディーブローは細野雄一。場内から季節して八代コールが起こっています。後楽園ホール、右左、八代史郎の右ストレート、まあ、ちょっと浅かったですけどタイミングは良くなってきましたよ。タイミングが良くなってきた、はいはい、左を出して前に進んでいく細野雄一。おー、左、細野の左、これは効いた、これは効いたぞ、これは効いた。細野が前に出る、ちょっとしたフェイントかけましたね今は、はい、細野がマンゴリして左のフック、これは八代の顔面を捉えました。左右の顔面へ八代、さすがはこの辺りは八代です。前に出てくる細野の動きを一瞬止めました。しかし細野の左のフック、2度の世界タイトル挑戦はいずれも敵地韓国でした。韓国で2度世界戦を経験したことで一回りも二回りも大きなボクサーに成長してきました細野雄一です。お右、右のストレートを、さあ攻める、細野が攻める、ボディーブローだ。左のフック、右のフック、これは完全にクリーンヒットしません。前に出ます細野雄一。おお、左右の服、顔面へ。細野前に出る。このラウンド残り15秒。満員の後楽園ホールから細野コールと八代コール。左右の服、左、細野雄一左。八代世界チャンピオンへの執念か。一方の細野、負けると僕の場合はもう後が完全に断たれます、話していました。その執念が乗り移ったような前に出ていくボクシング。さあ今度は八代が前に出る、八代が前に出る、ちょっとバランスを崩した、いいですよいいですよ、左右の服、左右の服、左右のストレート、八代左右、あと30秒切った。ちょっと細野の表情が苦しくなった、ちょっと効きましたよ、細野の表情は苦しくなった、ちょっと効いてますよ。左前に出る、ボディーブロー左、八代の左右、ちょっと距離が詰まった。さあ残り10秒になる、最終ラウンド素晴らしい打ち合いな、ここで試合終了です。素晴らしい試合でした。ファイティング原田さん、はい、
12回戦、はい、あの12ラウンドでこれだけの攻防ができるというのは両者素晴らしいですね。だから僕ね、やっぱりいいところ見せますよね。最後に、はい、最高にいい試合してたよ。最終ラウンド浜田剛さんは10対9とヤヒロにポイントを与えています。勝ったのは細野雄一。2度の世界タイトル挑戦失敗から今立ち直って再び世界への道、階段を大きく一歩上がりました。